高須スノーパーク営業大城です。昨日結構雪が降って、ワキパウも結構残ってて、で今ちょっと曇ってるんですけど、さっきまでピーカンで最高の日です。で今日は熊崎圭人くん捕まえて、ちょっと彼のフリーラン撮りたいと思います。捕まっちゃいました。よろしくお願いします。ケイトね、高須歴長いし、もう地形とかもね結構知ってると思うんですけど、なんかこうぜひこういうラインで滑ったら面白いみたいな感じで、ちょっと滑ってもらえればいいなと。いやここ無理でしょ。はい、というわけで熊崎圭人くん、そしてはい、この間も捕まえました例のスノボ女子ですね。はい、彼女と今日3人で滑ってるんで、ぜひちょっと遊び方をねいっぱいアピールしていきたいと思います。今2本パイプを滑って、うん、3本目はちょっと冷静にみんなで楽しもうかな。冷静に楽しむ。冷静に楽しむってどういうこと？ちょっと矛盾してる。冷静に楽しむ。了解です。冷静にね楽しみましょう。